今日はこの2つの四苦気圧の中に道中を埋めたので、うん、で土をこの幼虫たちの土を入れ替えたいと思います。そうだね、お願いします。はい、今日はパパが撮影してママがお手伝いね。早期隊長お願いします。ゆずきもいるね。お願いします。いいですか。じゃあまずどれくらいうんち溜まってるか見ましょうか。あ、でも意外とそこまでうんちだらけではないのかな。どうなんだろうね。ちょっとよくわかんないけど、まあ、あ、こっちの方がうんちが目立つかも。ちょっと見して。どのくらいまでいったら限界なのかはちょっとわかんないけど、前ね、前の撮影の時に少し下がって変な黒いコロコロがあったんだけど、ネットで検索したらそれがうんちだってことが分かりましたね。そうだね、ネットのテレビを見た。あ、そう、調べたね。これでうんちって分かります。まずはじゃあ1個ずついける。こっちからいこうか。まずちょっとこの木をぼかしといて、でこの中の幼虫を一旦こっちに移します。この箱、私もちょっと掘ってみたい。あのスプーンあったでしょ、ソッキー。スプーンで掘れば。これだ。で、このうんちのやつはなんかふるいにかければ使えるとか言って、うん、あの言ってたんだけど、なんかめんどくさいのでもう捨てちゃいます。はい。新しい土買ったもんね。うん、新しい土に全部使う。そうだね、ゆずさんも。ちょっと幼虫を傷つけないように。そう。そっと行きましょう。そっと行きましょう。そっと行きましょうか。幼虫生きてる？結構うんちすごいわ。すごい。でさ、そのうんちがさ、でっかくなってきとるからさ、前回より。うん。育っとんのかもしれん。え、育っとったらどうする？なんか育つと、幼虫が大きくなるとうんちもでかくなるって。ああ、そういうもんなんだ。幼虫と同じくらいになるって。いや、そんなに。そんなでかいことなの？これ全然、あ、何匹ずつだったっけ？7、7だって。そう、7匹、7匹で分けたね。さっき幼虫がいたらさ、ちょっとカメラに教えて。いた？いた？いたね。ちょっとカメラちょっと映して、映していい？いる？はい、映してカメラに。ちょっとスプーンにそう。一匹目。おお、でっか。第一村人ならず。わあ、洋介くんですね。洋介くんっていう名前するの？洋介。洋介？一旦ここに優しくしてあげて。ユズ、うん、結構痛いの。ユズ手で一丁。うん、第一幼虫。ユズさんにあのお菓子あげといてね。はい。お菓子。わ、すごいうんちが。ちょっとね。あ、いた優しくね、優しく周りから。うんうんうん、大きくなっとるね、多分ね、うん、こんな感じ。うん、ゆくりー。おー、でっかい。優しく置いて。でもみん、全部で4、4。あ、いた。あ、この子ちっちゃい、死んでる？死んでる子はもう生きてる。生きてますわ、ちっちゃいけど。はあ、3匹目。この子でーちゅう。うん、どこちゃんでーちゅう。ソーキ、あの素手で触ったらあかんよ。うん、素手で触ったらあかん。あ、そうだね、手で触ると手の油で幼虫が弱っちゃうんだって。じゃあ、どこちゃんでーちゅう。暴れとる。一旦止める？剥がしたい、そのまま。お菓子が切れとんじゃん。なんか、お菓子がね。お菓子取ってこよう。あった。優しくね。でかい、この子でかい。めっちゃでかい、そのまま。でかっ。
こんなでかいよ。おお、でっかいね。お子さんようにゆっくりゆっくり置いて。でっかいでっかい。今何匹？数えて。1、2、3、4匹。四匹。ってことはあと3匹いるはずだな。三匹も？うん。見て、この子、この子、やばい。おい、土やっぱうんちすごい。すごい。やっぱ土変えてあげた方がいいんだね。変えてあげた方がいいわ。カブちゃんの子供？うん。すごいね。この子でいい。うん、はい、そう、これですか。これ何くん？何ちゃん？この子は、うん、この子は、うん、ねようちゃん。ようちゃん。今何匹？1、2、3、4、5、6匹、あと1匹？あ、いた！あ、ちっちゃ。最後の1匹ちっちゃいわ。今日はこの幼虫を動いてる？動いてる。優しくね、そう。一応少しずつしてるから見ててね。早すぎてよく見えん。そういうこと？多分大丈夫。じゃあこっちの子たちですね。今日はこの砂の中から幼虫をまず箱に移して砂を変えて、砂っていうかマット。この子たちさ、マットを変えて。だからこの中で暮らすってこと？違う、マットを変えて。じゃあそれまた一つってこと？この土を新しい土に変えて先にこっち完了させちゃう？うん。そうだね。意外といらん。トキ、こっちのさ、トキ、今日買ったマット、カブトムシの土を新しいのに変えよう。ねえ、まずさ、こっちも、ちょっと危ないよ。どっちもさ、やってから、ラ、このケースを移そう。こっちに、この子たちを、こうやってやろう、ママ。何、もう一回言って。この子たちは、土を入れて、ギルツもしてから棒に移そう、うん、この子たちも棒に移して、うん、あ、先に移すってこと全部トキ、うん、幼虫だらけになっちゃって気持ち悪い。先に移したいんだって、ママ全部移すってこと、うん、ね、みんなちょっと開いとるね。開いとる？ちょっと見して。おー、この子たち、おー、幼虫めっちゃ多いな。名前をこの子たち教えてあります。はい、この子が、うん、がね、ね、ちびっこいからちびちゃん。ちびちゃん。この子がようくん。ようくん、うん、なんでようくんっていうの？この子はね、ようすけくん。ようすけくん、なんでようすけくんっていうの？ん、こういう、そういうようじろう。ようじろう。うん、ヨウだよ。ヨウ、なんでヨウなの？幼虫だから、幼虫だからやるよ。幼虫じゃなくなったらどうなの？え、カーカー、うん、カーって何？カブトムシだから。あ、カブトムシだから。すごいでかい、こいつ。こいつ、え、こいつ、こいつ一番でかい。放てよ。こいつすごいでかい。一番かな、どう？さっきと比べてどう？こいつの方ができるの。じゃあそれが暫定1位だ。はい、一匹目。え、カメラに、カメラ、こいつカメラに向かって、そう、カメラ、そう、一匹目、あ、ここにいるよ。本当だ。はい、撮って優しくね、うん、すごいね、でかいね。それもなんかそっちのケースの幼虫でかいね。おい、この子たち、この子、うん、おー、いいね、優しいね、ソウキ。いい子だな、本当にソーピーは、うん、親バカだな、パパは。ほら、それで3だね。え、この幼虫がさ、来年の夏には成虫になるの？3、うん、多分。へえ、サナギにまずなるんだよね。3、うん、へえ、見たことない、図鑑でしか見たことないの。これで4だね。4。すごい幼虫だらけだ。
まずこっち側先行く。すごい真剣だね。いいだ、うん、大きい、うん、でけえ。これで5匹目、うわでけえ、でかいね、ソキ。すごいすごい、うんちもすごい、うん、すごいよ、ほら。あ、この黒いの全部うんちなんだ。うん、まるっとしてるやつ。へえ。土変えてあげたらすごい喜ぶね。折って攻めて。うん。ソキはさ、ソキ。ソキはさ、うん、今5歳でしょ。うん。5歳のうちに新しくやってみたいこととかある？ない。ないの？なんかやってみたら新しいこと。あ、いた。なんかじゃあパパでやりたい、パパがやりたいこと一緒にやる？ゆずがやってくれる？お、ちっちゃいね、でもその子。これで全部なまず。お、じゃあ土を全部捨てましょう。はい。こんくらいです。はい。おー、すげえ。すげえすげえ。どれが一番でかい？それ。一番でかいのこれだね。それだね。これ明らかにでかいね。めちゃくちゃでかい。カブ太郎もでかかったもんね。うん、カブ太郎の遺伝子を継いでんのかな、そっち。俺さ、カブ太郎の子供じゃない？みんなカブ太郎じゃん。カブ太郎の子供で。え、カブちゃんも？じゃあカブ太郎とカブちゃん2人も。うん、この子たちは多分カブちゃんの子供だね。そうだね。じゃあ出てるやつはみんな、なカブ太郎の子供か。イタリアの山に乗った。はい。この方が見やすいです。そうだ、幼虫。火を取ってみました。火を取ってみました。すごいね、うわーすげえ。めっちゃおる。何個いるか全部忘れて、何個いるか数えていきたいと思います。お願いします。14匹いました。トキ、ママ土入れてるよ、新しいやつ。これで全部は14匹目。14匹ですか。うわすごいね。大事に育てようね。で、汚くなったマットを、トキ、今日ホームセンターで買ってきた幼虫用のマット、新しいマットに入れて、幼虫を入れてあげよう。まずは新しい土を入れていこうね。幼虫入れてって。スプーンでね。7匹。7匹ずつ。7匹ですね。すごいね、これ。この調子でさ、この幼虫が今、オスとメスが何匹ずついるか分かんないけど、これまた大事に育ったらさ、ママ、うん、来年の夏もすっごい数の幼虫になるんじゃない？うん、うん、うん、そうだね。いやー。前の動画でも言ったけどさ、パパも虫飼ってたけどさ、小学校の時、ね、オスとメスとか入れてたりしたけど、こんな幼虫いたことないけどな。いやー、いなかったよ、間違いなく。卵らしきのなんか産んでるっぽいのはあったけど、幼虫はいなかった。すごいなぁ。うわ、でけぇ。でけぇな。めっちゃでかい。うん、OK。残り何匹になってる？1、2、3、4、5、6、7。お、じゃあ半分入れたってことになるね。うん、じゃあ、土かぶせるか。ソキも土かぶせる？うん。じゃあ、一番かぶせてみる。いいね、そのソキにやってみるっていうことが大事。あ、ちょっと繋がる。パパに足りないとこだね。ね、ママ。え？パパに足りないとこだね。ソキのさ、この前向きな気持ち、パパも見習わなきゃいけません。こうしていっていくね。こんくらいでいいね。はい、入れてって。お願いします、トピー。幼虫を、じゃあ残った全部の幼虫をこのケースに入れましょう。なんかでかいのバカ残しちゃったね。こっちのケースがやっぱでかいじゃん。エース級やん。
S 級ケース。ちょっと、かけておいた。分けちゃうとさ、あれだよ。狭くなっちゃう。いいよ、さっきのやりたいようにやろう。これすごいいい匂いがする、この土。あ、そうなの？森林の香りがする。そうなんだ、なんかこう、そういうのってなんかちょっとさ、ちょっと匂いあんの？あんまりいい匂いじゃないイメージだったけど。うん、でも虫が入ると臭くなるかもしれんけど。へぇ。この土自体はね、すごいね、なんていうんだろう。森林の香り。へぇ。癒し系みたいな。嗅いでみる。嗅いでみようか。本当だ。あ、本当だ。なんかこうヒノキの香りみたいな。そうヒノキの香りみたいな。え、ちょっともうちょっとばらけさせてあげる。ママ触れんなこれ。さすがに。あ、ごめんつけちゃった。ごめんね。もうちょっとちょっと待って。さっき目かかないようにしよう。さっき目に入ると良くないから。さっき。かゆいの？あと先幼虫何匹入れるの？一旦これ2匹。2匹。いいですね。水がないっていうかさ、今更だけどさ、ママなんでそんな虫に対してさ、まとめるな。詳しいよね。え、虫に対して詳しいよね。詳しくないよ。頼もしいよね。いや、あなたが頼りないからママが頼りしまっただけで、本来虫苦手だからね、ママ死ぬほど大嫌いだからね。これが現在の検問地の現状です。いるよ、こんなの。ちょっとかぶせてあげようか。すごい。自分で潜ってくから大丈夫だよ。ソッキー、これさ、ソッキー、汚い土からさ、今これ綺麗なマットに変えたでしょ。どう？幼虫はどんな気持ちかな。いい気持ち。カメラに教えて。いい気持ちかな。いい気持ち。ちょっともうちょっと動きで教えて。どういう用？いい気持ちかな。いいねー、いいね、いいね。こんな感じで同じくらいになってるの。ちょっと分かってみよう。多めに入れといて。同じくらいじゃありません。ほら、土入れたから。うん。ちょっと表面乾燥してるから。ちょっと水拭きして。うん。ちょっとキリキリ。もう出なくなってきた。こんなもんでいいかな。いい？いいんじゃない？これ次さ、また土変えるのはまた何ヶ月後か後？うん、多分ね。ちょこちょこチェックして、うん、時切り拭きどうせしないといけないから定期的に切り拭きしたり、またうんちがいっぱい増えてきたら、また新しい土に時変えてあげなきゃいけない。時聞いてる、うん、ちゃんとお世話してよ。ママばっかりだなって。わかりました。パパには期待してないけど。嬉しいんだか悲しいんだか。時つけた。つけた。この、うん、この2つの飼育ケースの中で、うん、で幼稚があんなに赤くなると思わなかったよ、うん、思わなかったね。そうだね。で今新しいマットに変えてあげたね。でソキ、これからしなきゃいけないことは、あ、うん、あ、切り拭き。そうだね、土が乾いてきたら切り拭きや、うん、いやマットを、うん、1日変えること。一日じゃなくていいよ、さっき。またうんちいっぱいになってきたら、新しいマットに変えてあげるよ。うん。さっき今日は、幼虫の、マットを、新しいのに変えたね。うん。で、これから、霧吹きできる人。はい。うん。大丈夫？オッケー。じゃあ今日は、今日の動画は、新しい土に交換しました。で、これからも、幼虫のお世話をしていきます。はい。そうだね。で、頑張って、さなぎになるところまで、大事に育てよう。はい。よし。じゃ、最後、お願いします。まあ、見てね。バイバイ。チャンネル登録、お願いします。